このぐらいだって英字部とか展開部、再現部だったりコーダーとかもう大きく分けて作っちゃって、なんとなくその表だけを見る。はい、というわけでございまして、今回は前回放送しました式の振り方についてのところにコメントをいただきました。ということで水谷さんからです。チャンネル登録お願いします。スコアを読むときにどんなことを意識して読んでいらっしゃるか知りたいです。中でも和声を全部拾ってメモをしようとすると膨大すぎて手がつけられず困っています、という質問をいただきました。スコアの読み方っていうのは人それぞれですから、もう本当いろいろあると思うんですね。だからその今彼がおっしゃったように和声を全部構築してみたいっていう場合は時間はかかるかもしれないんだけれども、全ての和製記号なりコードネームなりかつけて構造がどうなってるかっていうのを知るっていうことは、まあすごく大事なことであります。ただ木を見て森を見ずじゃないんですけど、そこばっかり集中的にそのつけることを意識してしまうと、もちろん大事なことなんですけど、それよりもこう全体を見た時につけ終わっただけで満足しちゃって本当に重要なことが見えてこなかったりするので、木を見て森を見ずね、今言いましたけど、細かいところを見ながらも全体像っていうものをやっぱりこう見るっていう意味でざーっと俯瞰するっていうこともすごく大事だなっていうふうに思います。ある指揮者の方から聞いたのは、この曲を紙にバーってまず線を書いて、このぐらいだって英字部とか展開部、再現部だったりコーダーとかもう大きく分けて作っちゃって、なんとなくその表だけを見る。大体このぐらいあって、でこの何小節はこういうブリッジがあって、こここうだなって、スコアじゃなくてね、大きい計画書を一回最初に作っちゃうんだよっていう人もいました。それはすごく俯瞰をするという意味では重要なことなのかなって思いますね。なんでここにこの楽器が当てはまってるんだろうとかね、これはもう吹奏楽でもオーケストラでもどっちでもそうだと思うんですけど、なぜこのメロディーこれ与えたんだろうなとか、そういうことをいろいろ考えたりとかしてやるっていうことと、あともう本当にザーッと見た時に、まあ、リズムだったり、まあ、音程もそうだけど、目で追った時にドドドドドって自然に歌えるのいいんですけど、あれなんだろうこれ、あれちょっと歌いづらい、んここで臨時記号ついてるって思うところって、実際合奏した時にうってなるところだから、そういうところはやっぱり先回りしてピアノで音を確認してもいいし、あとはリズムもそうですね、チャッ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 とこう来てるのに、いきなりタタンタタタンタンパンパンとかこう来ると、うってなるリズムのところっていうのはゆっくりタタンスタン、あこうかとかね、そういうふうにゆっくり確認するっていうところも大事。やっぱり流れてさーっと読めるところはいいんだけど、そうじゃないうって使えるところっていうのは必ずやっぱり何かありますから、そういうところは最初に拾ってあげるっていうのは大きいことかもしれないですね。まず大きく見て、あこういうところ細かいんだってやるの方が、まあやりやすいかなっていうのはある。ここからが大事なんですけど、それをやって行き詰まった時に全く関係ないことを調べるわけですね。例えばこの曲ができた年に起きたこととか、例えばベートーベンだったら、ベートーベンがこの作曲をしている頃は他にどんな曲を作っていたんだろう、どういう状況の時だっただろうとか、そういう背景的なものからスコア本編にたどり着くヒントが眠ってる時があるんですよ。例えばベートーベンの交響曲第7番で言うと、初演した時は、まあ、戦争の後のチャリティーコンサートで最初初演したということで、この時のオーケストラはチャリティーコンサートのために集まってくれたスーパーオーケストラ、いろんなすごい選手が集まってやったと言われてるんですけど、そうするとそういう戦争の背景で、しかもチャリティーコンサートの時に演奏したっていうのが演奏のヒントになったりすることがあるので、関係ないかなと思うこともすごくスコアに直結してくるという意味で、やっぱりスコアっていうのは歴史的価値のある書物なんだなっていつも思いますね。というわけで、皆さんの自由な発想も含めてスコアを読むことに生かしてみるのはいかがでしょうか。知らない曲、全く知らない時っていうのはやっぱりすごくやっぱ音源は役に立ちますんで、やっぱり音源かけてスコアを見ると、あこういう曲かっていう、だからその最初言ったその俯瞰を取るにはもう絶対に音源がある方が早いですよね。でこれがない曲もあるんで、その新曲だったりとか、そういう時はまあやっぱりこのメトロノーム記号で、あだいたいこのぐらいのテンポでこういう演奏なんだって言って、まあ、見てやっぱやっていくしかないのかなっていう。その時にはもちろんピアノを使って、あこういう音がするんだでもいいし、まあ見て大体目で追って音程が取れるんだったら、まあ基本的にそれでもいいと思うんですけど、あるなら音源聞くっていうのはかなり早道だとは思いますけどね。
スコア見せてくださいって今手塚さんに言われたんだけど、見たところでやっぱり結局それぞれ独自な書き方なんですよ。これあんまルールがないから、自分が分かればいいっていうルールで書いてるから、先生から見せてもらって僕はこういう風に書くよって言われたのも、自分がこれちょっと馴染めないなと思うと俺それ書いてないのよ。単純に線を引くところに実際バーって引くかとかってそういう違いもあるし、4フレーズ4小節フレーズで4って書いて丸する人もいるし、ただ4しか書いてない人とかもいたりする。これはもう本当に自由でいいと思うんです。自分がどういう風にそこをフレーズ割りするかっていうのが分かればいい。逆にまっさらじゃないとできないっていう人もいて、毎回すごいたくさん書き込むんだけど、一回その楽譜を、捨てちゃうっていう人もいるんですよ。まあ誰かにあげるっていう意味か。次も同じ曲が来た時にまっさらな譜面で始めるっていう人もいる。僕は過去自分がどういうことを書き込んでたっけっていうのを再確認するために、手垢のついた自分のね、手垢のついた楽譜を使うことが多いかな。まあ結局だから何が言いたいかっていうと、どういう風に書き込んだらいいですかっていうのは、最終的にはもう自由に、皆さんが思うように自由に書き込んで、それでそれを道具ですから、一番重要なことはその曲をどれだけこういう曲なんだっていうことをオーケストラの皆さんに分かってもらう、そしてよりいい音を引き出すのが指揮者の役割なんで、ここに止まってってることじゃないんだよね。やっぱりその先に音楽の未来がやっぱりあるので、確かに迷うことかもしれないけど、そこは自由で、皆さんがいろいろな発想で楽譜を使って勉強していただくっていうことが一番重要なのかもしれないね、最終的には。というわけで、今後も質問を受け付けておりますので、皆さんコメント欄にコメント、そしてチャンネル登録をお願いいたします。あれ、今何時？もうそろそろ本番か。はい、和田和樹、準備がございますので、またお会いしましょう。さようなら。はい、大きな声で、ハッピーバースデートゥー。